騎馬砲兵。騎馬砲兵とは、多数の馬で砲を牽引し、兵士はその馬にまたがって、移動を行う砲兵のことである。大砲は大きくて重いので馬に引かせるのは、当然なのであるが、ここでは騎兵に順ずる移動速度の獲得を目指して、編成された、砲兵部隊のことを指す。騎砲兵とも言う。騎馬方兵は、計重量の方を、4から8頭の馬で敬引し、 砲兵は馬にまだがる。砲はより洗練された砲がに搭載され、火薬や砲弾を収めた箱はその砲がに搭載されるか、もう一つ用意された砲がに搭載されて連結された。砲の代償や時代により、砲車の様子は様々である。騎馬砲兵は、戦場間の軌道が速くなるのはもちろん、戦場でも状況に応じて攻撃目標を柔軟に変更すること、 すなわち移動することができた。これにより、後期に大砲を集結させて、集中攻撃を行う、砲兵の半分が移動中にもう半分が射撃して、交代し、それを繰り返す、というようなそれまでは夢であった、指揮官の考えを、実現可能のものにいた。これは、他にあげるだけでもついたちがかり、下ろすのもついたちがかりという、それまでの方の運用と比べてとても大きい進歩だった。 地形の困難もそこそこ克服した。騎馬砲兵の欠点は馬を大量に必要とすることで、どの軍隊も、砲兵の一部を騎馬砲兵化することしかできなかった。そして、馬や馬量が失われれば、騎馬砲兵は、ただの砲兵になった。大量の馬を生産するには、それなりの時間が必要であり、その上どうしても、騎兵への割り当てが優先されてしまうため、 指揮官の頭の中と部隊の実際が異なることがよくあった。大砲が戦場に登場してからというもの、時代が進むほどに、その重要性は高まっていった。部隊が整然と隊列を組んで行動する時代の戦場において砲の威力は絶大であり、強力な突撃を頓挫させることも固い陣形を崩すこともできた。しかし、 大砲の鈍重さは相変わらず指揮官の悩みであった。戦場への移動においては、部隊の移動速度を低下させてしまうし、戦場でも状況の変化に対応した時期にかなった攻撃を行うのは困難で、予想外の場所で戦闘が生じると、戦闘が終わるまでに、そこにたどり着くことすら叶わないこともあった。騎馬砲兵を本格的に導入したのは、フリードリヒ大王が最初であると言われる。 七年戦争突入後、大王は自軍の将兵がオーストリアやロシアの砲撃によりしばしば打ちまかされるのを目撃させられた。特にオーストリア継承戦争では弱体だったオーストリアの砲兵はすこぶる強化されており、プラハやコリンでは高地に陣取って優位のあるオーストリア砲兵に自軍の戦列形成や突撃を阻止され、それに比べて、 自軍の砲兵は適したタイミングで必要な場所に攻撃を加えることがなかなかできなかった。このような状況で大王が編み出したのが騎馬砲兵である。その正確上重砲は使用できず3ポンドや6ポンドの軽量法が主で、砲兵は不評や騎兵がそうであるように、プロイ戦ン式に徹底訓練させられ、車上に侵入する野砲を切り離して、砲撃を始め、また命令があれば、 即座に連結して移動することができた。騎馬方兵は、不評部隊に随反する場合と、騎兵部隊に随反する場合があり、前者の場合、騎馬方兵は馬を買って不評に先んじて戦場に侵入。不評が応体を形成して前進してくるまで、ひたすら乱射して、敵がこちらの戦列形成を妨害することを阻止する。不評が、無事応体を形成して砲を越えて前進すると、 砲兵は再び馬を走らせて、王隊の両翼に移動、不評を援護した。フリードリヒ大王の射高戦術はよく知られているが、射高戦術に限らず戦闘開始後に部隊が大きく、移動するには移動を敵に阻止させず、そして移動した後も援護できる、騎馬砲兵のような部隊は人も必要であった。また、騎兵部隊に随反する場合、騎馬砲兵はまさしくその価値を発揮した。 騎兵部隊の移動速度をほとんど低下させずに随伴し、騎兵の突撃前に敵に砲を打ち放つことによって機能、抵抗力を弱め、結果突撃を成功に導くことができた。騎馬砲兵の価値は高く評価され、革命前にはヨーロッパ諸国の軍隊に広まった。フランスでも騎馬砲兵導入は行われたが、それはより重要で一体的なグリボワールの砲兵改革の一環であった。 グリボバールはオーストリアやプロイセンの砲兵を研究してフランスに持ち帰りそれをさらに発展させたそのおかげでフランスは革命戦争やナポレオン戦争において砲兵の分野で優位を持って戦うことができたナポレオンはその基盤を引き継いで非常に巧みに騎馬砲兵を駆使した彼らは空飛ぶ砲兵と呼ばれた世紀末に中隊が 実用化され砲の連射性が向上した頃には、騎馬砲兵は、ロシア帝国などのように、不評部隊用の野砲と同じ砲を装備することが増えた。フランスのシュナイダー M1912-75mm、野砲やイギリスの QF13 ポンド砲、大日本帝国の41式機砲のように、騎馬砲兵専用に軽量化された砲を装備する国も、あったが、これらの方は軽量化の代償として、 不評部隊の一般的な野砲に比べて、射程距離や破壊力、耐久性などに劣る傾向があり、第一次世界大戦においては、西部戦線が残豪戦に移行すると、騎馬砲兵部隊も、不部隊と同じ野砲を使用するようになった。時代が下って二十世紀に、自動車の時代が到来すると、機動力ある砲兵の役割は、自動車による牽引や自走砲に移っていき、 ことさら騎馬砲兵ということはなくなった。その後も馬でもって各種の砲を牽引することは第二次世界大戦まで行われた。現在でもイギリス陸軍には王立騎馬砲兵1793年創立という名前の部隊が残っており、実戦部隊としては a s 9 0 1 5 5トル自走榴弾砲を装備する第一基盤方兵連隊、霊下、 第3騎馬砲兵連隊、霊下、L118-105mm 榴弾砲を装備する、第7落下三3騎馬砲兵連隊、霊下の3個連隊を要している。BR 王立騎馬砲兵にはこの他に、王立騎馬砲兵、国王中隊、という乗馬部隊があり、騎馬による式典や衛兵任務を行っている。特にの際には、棺を乗せた馬車を引くという、この部隊独自の任務がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。